はい。じゃあ、頼まれたのはこの B の3いきますね。赤色、青色、黄色、白色の玉がそれぞれ 1, 1個ずつ合計4個ある。この4個の玉を A、B、C、D、E と書かれた5つの袋に無作為に入れると。ただし、1つの袋に何個の玉を入れても良いものとすると。すべての玉を袋に入れ終えてから、それぞれの玉に入った、袋に入った玉の個数を調べ、最大値を X とすると。 例えば A に0個 B に1個 C に1個 D に2個 E に0個入っていた場合は最大値が2だから X が2ねはい行きます1番 X イコール4となる玉の入れ方は全部で何通りありますかまた X イコール1となる玉の,の入れ方は全部で何通りありますかと。2番玉の入れ方は全部で何通りありますかまた X イコール3となる確率を求めよう、まあ、これで X イコール134 あとは x イコール2をここへ出して期待値出せばいいですね。まあ期待値は今もうこれ、えっ、ー、とね、範囲じゃなくなったんだけども、えっ、ー、と、まあいいよ、やりましょう <laughs>、ね。はい、じゃあ行きます。じゃあ、どちかスイッチ A でやってたんやけども、今はスイッチ A じゃなくなりました。はい、じゃあ行きます。まず、1番。x イコール4だから、あ、じゃあ今一応、ちょっと問題の概要ね。えー、っと、 赤玉青玉黄玉白玉があると計4つねでそれをこう袋に入れると ABCD5 つの袋にねということは X イコール4だからこれ4をまとめて4個まとめて 1, 1通り2通り3通り4通り5通りだからもう答えだけでいいので5通りねはいで2番はあ2番っていうかそのつもう1個問題 X イコール1だから X イコール1ってことは例えば赤玉は 5, 5通りあると 次青玉としたらだから2番目の玉は残った4通りねって考えたら5通り4通り3通り2通りってことで120通りとコール1ってなるのはねで次カッコ2番玉の入れ方は全部で何通りですか玉の入れ方っていうことはじゃあ例えば赤だったら5通りありますね青も5通りありますよねどこに入ってもいいんだからじゃも5通り白も5通りってことは5の4乗625通りこれ書いておくと。 で次が難しかったんやけども、x イコール3か。x イコール3ってどう考えるかっていうとね、こう考えればいいと。えー、っと、3個と1個にまず分けましょう。その分け方が3、4c3×1c1。まあ、11は1だから書かなくていいですけども、要は 4c3 にすれば、4個を3個1個に分けられますよね。その分け方が 4c3×1c1 ね。で、今、まあ、3個1個に分けました。 でまあこっちが1番手としたらじゃあこれを ABCDE の袋に入れるのが5通りありますよねでこっちは残り4通りということは 4C3×1C1×5×4 にしてください答え80ということで625分の80答えは125分の16125分の16いいですかねこれちょっと難しかったですよカッコ2番の2つ目ねでカッコ3番はこれもういあの 期待値なんだだけど一応、ね、聞いてください。てくさ期待値ってのは平均値みたいな感じ。まず x の取り入れる値は1234しかないとで x イコール1と3と4を出したと。じゃあ x イコール2となる事象はえっ、ー、と134となる事象の4事象っていうことは x イコール1がこの確率ねで x イコール3がこれね x イコール4がこれね いいそれぞれ出しました。確率にしてると、x イコール1、x イコール3、x イコール4ね。で、それを1から引いてください。合計1に、確率で1にしかならないかそしたら、x イコール2の確率は125分の84になります。ということは、この表はね、書かなくてもいいんだけど、一応、x の値となる、x の値とその時の確率をこう表にしましたと。足したら、これ1ね。ということは、期待値の計算。 これ,こ,れこれかけこれ、多数これかけこれ、多数これかけこれ、多数これかけこれの計算です。解答は125分の244。125分の244。いいですね。これ5の倍数だから、まあ5で割れないので、もうこれで終わりですね。はい。以上、いいでしょうか。はい。じゃあ、以上になります。